30分を切りました。早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんにちは。 Welcome to 神宮スタジアム。スワローズスタジアム DJ パトリック Q です。今日も応援頑張っていきましょうね。さあ、そして我らが東京ヤクルトスワローズマスコット25年目の大ベテラン、つば九郎の登場です。何やってるんですか。あ、のれんですか。いやー、つば九郎、今日もよろしくお願いします。いやー、連日のね、猛暑日、でもちょっとあの風が吹いて涼しくなってきましたかね。つば九郎、ダメですか。ダメですか。そうですか。はい、まあ、しっかりあの水分、ミネラル補給、あとパワーチャージしてね、スワローズの勝利のためにみんな一つになって応援頑張っていきましょう。絶対勝つスワローズを合言葉に応援よろしくお願いします。内野スタンドの皆さん、選手たちに、ね、応援の言葉届けてください。レフトスタンドに陣取っているスワローズファンの皆さん、レフトスタンドからも、ね、応援お願いします。そしてライトスタンド応援の皆さん、今日の力強い応援のリードよろしくお願いします。いやー、フィールドからね、このスタンド見てても本当にいいエンパワー景色です。さて、本日も中日ドラゴンズを迎えてのゲームとなります。ドラゴンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さん、こんにちは。早くからご来場ありがとうございます。共に気持ちいい声を送って試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。スーパーカラービジョンでもご紹介しておりますが、本日の試合は新潟県燕市デイ北越工業プレゼンツでお届けしていきます。皆さんのお家に必ずあるスプーンやフォークを作っている燕市は、つば九郎米をはじめとするコシヒカリ、枝豆、きゅうり、梨など自然豊かな町です。そんな燕市は燕つながりでヒーローショーの提供やライスファームプロジェクトなど、さまざまな形で東京ヤクルトスワローズを応援していただいております。そして我らがつば九郎も燕市の PR 大使に任命されております。そして私の隣には新潟県燕市の鈴木勉市長にお越しいただきました。今年もようこそ神宮球場へ。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。燕市長の鈴木です。かっこいいですね、このハッピー。はい、はい、素晴らしいです。燕でも今年でなんと5周年を迎えたということで、ありがとうございます、市長。いや、本当に東京エンプロの日に燕市デーが開催できるというのは本当に嬉しく思ってます。今年も球場前のブースにですね、燕市産の美味しい農産物や金属製品、いちごジェラートがたくさん用意して、いますので、ぜひ皆さんご利用いただきたいと思います。パトさんですね、はい、燕市で今年で5回目ですけれど、はい、過去の成績知ってますか。市長からお願いします。はい、4勝0敗不敗神話が続いてます。今日も勝ちます。さっき小川投手と会ってですね、よろしくお願いしますとか、頑張りますとか、はい、力強く言ってくれました。力強いコメントをどうもありがとうございます。さあ、そしてですね、今日はスワクルチャレンジの方にも素敵なプレゼントをいただいておりますので、ご紹介しておきましょう。スワクルチャレンジの小川投手も食べているつば九郎米5キロを5名様にプレゼント。さらに固いアイスもサクサク切れるつば九郎アイススプーン1本を10名様にプレゼントさせていただきます。詳しくはね、東京ヤクルトスワローズ公式サイトでご確認していただきたいと思います。ぜひエントリーしてプレゼントをゲットしてください。よろしくお願いします。それでは最後に、鈴木市長、一言お願いいたします。はい、今日球場前のブースにですね、燕会の入会申し込みの受付もやっています。燕市で行うスワローズとの交流事業をいち早く情報をゲットできるということになっています。早速9月16日つば九郎米の稲刈りの日がございます。この日は特別に市内を走っている巡回バスを臨時で走らせることにしましたので、ぜひ皆さん9月16日つば九郎米稲刈りに来てください。お待ちしてます。はい、みんなで行きましょうね。鈴木市長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、本日はですね、明日とこの2日間待ちに待った2019東京円プロジェクトと題してお送りしていきます。ビジター側、外野指定席、そして外野無料券を除く皆さんに東京エンパワーユニフォームをプレゼントさせていただきました。もう皆さんしっかり来てくれてますね。もう緑一色に染まっています。もちろんスワローズ選手たちもこのエンパワーユニフォームを着て戦ってまいります。
さらに今回はですね、エンパワーフラッグもプレゼントさせていただきました。今パッションの2人、そしてつば九郎も持っていますけども、こちらのグリーンとネイビーの旗です。こちらの方は皆さんのお席の方にご用意させていただきましたが、皆さん持ってますか？持ってたらちょっと振ってください。おお、いい感じですね。これはね、あのブロックごとに、緑、ブルー、ネイビーとね、分けているんですけども、ぜひですね、今日はこのフラッグも振って選手たちにさらなるエンパワーを届けていただきたいと思います。このフラッグを振るタイミングいくつかあります。その都度私の方からね、タイミングここですよというアナウンスもしていきますけども、まず試合開始直前、スワローズの選手たちが守備につく前、そしていつもやっているスワローズ攻撃の前のゴーゴースワローズの前、今現在スーパーカラービジョンにエンパワーフラッグを振って選手を応援しようとありますけども、このフラッグ表示が出た時、みんなでエンパワーフラッグを振って声援を送ってください。よろしくお願いします。この2日間は試合前のオープニング VTR もエンプロバージョンとなっておりますので、ぜひこちらの方も皆さんご期待ください。さらに夏休みスペシャル神宮花火ライター300発の花火の打ち上げ、もちろん今夜も行っていきます。花火の打ち上げのタイミングは皆さんご存知の通り5回裏終了後ですのでね、みんなでカウントダウンして花火を打ち上げていきましょう。内容盛りだくさんでお送りしていきます。楽しんでいきましょう。それではスターティングラインナップの発表の前に、つば九郎の一言いきます。スーパーカラビジョンズームアップ、シェンロン、ドラゴンボールの、あのキャラクターですね。シェンロンが一つ願い事を叶えてあげると言ってくれるなら、お、あのドラゴンボールに出てくるキャラクターですね。この暑さを何とかしてくれよりも、何、シーズンを4月に戻してくれと。スワローズのベンチ側でもちょっと笑顔が見えてるかな。はい、8月に入りましたが、ちびっ子たち夏休み宿題はどうですか？つば九郎このネタ好きですね。まだ1ヶ月あるから安心して遊びましょう。はい、大丈夫です、まだまだ。自由研究困ったらネットからコピペで十分です。皆さんもやってたでしょうね。え、あ、うなずいてるみんな。はい、もしバレたら嘘つかず素直に謝りましょう。はい、好きですねそのネタ。まだ引っ張るんですか、つば九郎ね。はい、ということで、はい、東京エンプロジェクト盛り上げていきましょう。両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりセントラルリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ第10